こんにちは、高瀬俊介ですいつもご視聴いただきありがとうございますコメントやいいねボタンを押してくださっている方いつも本当にありがとうございます個人鑑定をご希望の方は動画下の概要欄もしくは左上に出ております動画を確認していただけますと詳細がチェックできるようになっておりますのでそちらからお申し込みいただければというふうに思います今回のリーディングのテーマなんですが あの人から連絡は来るそれとももう来ないということでこちらですねコメント欄でリクエストをいただきましたテーマということで気になるお相手の方がいらっしゃってその人からの連絡がこうなかなか返ってこない状況であるとでその状況の中でじゃあこれからお相手の方から連絡が来るのかそれとももう来ないのかっていうところをですね、まあ、知りたいということをコメント欄に書いていただきましたので今回のテーマといたしましてはあの人からの連絡が来る 来るのか来ないのかというところをですねリーディングしていきたいと思いますもしですね何かこう当てはまる状況にいらっしゃる方がいましたらあちょっとねお相手の方とこう当てはめてみて今回の動画をですねご覧いただければという風に思いますそれでは今回もリーディングをしていきたいと思いますよろしくお願いいたします はい、それでは今回もカードを3種類ご用意させていただきました今回は青のキューブオレンジのキューブ赤のキューブの3種類とさせていただきましてこの中からお好きなカードをお一つお選びください複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただければと思いますそれではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います カードをお選びいただきましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの青のキューブをお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、それではまずはじめに 青のキューブをお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はあの人からの連絡は来る、来ないということで、えー、あなたが思い浮かべるあの人からの連絡がこれから来るのか、それとももう来ないのかというところをですね、見ていきたいと思います。 それを踏まえて青のキューブを選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたしましては今後、ですねお相手の方から連絡が来る可能性というのは非常に高いのではないかなというところが出たカードのメッセージから感じ取れる部分になります。 でえー、どういったところなのかそれぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思うんですがまずこちらのカードが表すものとしては何かこう自分に自信を持つということを表すカードになっておりまして、まあ、あこれまではあちょっとお相手の方心の余裕っていうものがなくてなかなかあなたに対してこの返事をすることができなかったり連絡を取れなかったというところがあったんですがようやくそのね、えー、慌ただしい事態といいますかお相手の方があー取り組んでいたことが人だれ 連絡してようやくこの心の余裕というものを持つことができるようになった、まあ、そうすることによって本来自分自身の手に入れたいもののために行動ができるようになったというところからですね、まあ、お相手の方あですね、まあ、あなたに対してもようやくこう向き合える状態になったというところから連絡についてもですね、まあ、今後、返してくれるのではないかなというところが見て取れます。 でそのほかにもですね連絡を返してくれるのではないかということをですね表すカードがいくつか出ておりまして例えばこちらのカードですとソードというですねものは、まあ、コミュニケーションであるとか会話とかを表す象徴だったりしてまして特にその。 ソードのキングというカードはですね、えー、まあ話術で相手を魅了するっていうことがあるということからもやはりお相手の方もですねあなたとこうコミュニケーションを図りたいというふうに思っていらっしゃるまあそういった気持ちの表れなのかなというところが出ておりますので、えー、まあこちらのカードからでもですね、えー、あなたに対する連絡っていうのをこれからしてくれるのではないかというところがありますあとこちらのカードの意味するものとしては相手の要求に応えるっていうところもありますのでまあ あなた自身がお相手の方に何かすでに連絡を投げかけていたりだとか、連絡してほしいという気持ちがです、ね、あれば、それに応えようとしてくれるというところから、まあ、お相手の方もです、ね、これからこう連絡を返してくれるのではないかなというところが見て取れます。はい あとこちらのカードはですね何かこう現実的なアクションを起こそうとしているときに出てくるカードになっておりまして、まあ、すなわち今回のテーマで言いますと連絡を、ね、返そうとしているそういったことを行動しようとしている。 ことをですねまあ、表しているカードで、まあ、こちらのカードもですね何かこう会話をするというね、えー、会話をしたいという気持ちの表れだったりもするのでまあ、この2つのカードから見て取れるところとしてもやはりお相手の方は今後ですねあなたに対してこう連絡を返してくれる可能性っていうのは非常に高いのではないかなというところが出ております。はい ただ、その一方でお相手の方にもです、ね、ちょっと思っているところがありまして、まあ、こちらのカードは何、ね、かこう大事なものをこう必死にこう守っているようなです、ね、絵が見えるかと思うんですがまさにその通りで例えば独占欲によって相手を縛るであるとか行動を、ね、束縛する制限するとかっていう意味があったりするんですが、まあ、今回の場合で言いますと何かこう大事なものがこう逃げないように守っているっていうことを表しているのかなというところがありまして、まあすなわち 今までこうあなたに対して連絡を返していなかったことによってあなた自身がお相手の方からこう気持ちが離れていってしまった遠のいてしまったのではないかなっていう、まあ、そういった不安とか心配の気持ちですね、まあ、それを表しているのかなというところが出ております。はい でえー、まあこちらのカードもです、ね、何か沸き起こる不安や心配というところを表しておりまして、まあ、すなわち、ね、あなた自身があ自分自身、まあ、いわゆるお相手の方からこの気持ちが、ね、遠のいてしまったりお相手の方に対する気持ちが冷めてしまっているのではないかなというところを、まあ、お相手の方はです、ねえー、不安に思っていらっしゃるのかなというところが見て取れます。 で、最後、こちらのカードになるんですが、こちらのカードはですね、まあ、穏やかな日々ということで、まあ、あなたとですね、これから、まあ、穏やかな日々ですね、一緒にして、まあ、平穏なね、関係を築いていきたいっていうことを思っていらっしゃったり、まあ、関係進展のチャンスっていうことを表しているカードでもあったりするので、まあ、これからですね、お相手の方からこう、連絡が返ってきて、まあ、お二人の関係がこれから進展していくきっかけっていうのが訪れるのではないかというところをですね、予兆してくれているカードでもあったり しますので、まあ、そういったところからもですね。まあ、お相手の方からまあこれからですね。連絡が返ってくる可能性っていうのはまあ極めて高いのではないのかな？というところが見て取れます。はい。なので、そのお相手の方から返ってくる連絡をですね。まあ、楽しみに待っていただきながら帰ってきた時には何かこう自分の思いを。 一気にね、こう伝えるのではなくて、こう会話をしっかりと楽しむっていうところですね。まあ、お相手の方、は会話を楽しみたいっていうところを思っていらっしゃるので、自分のことばっかりを言うんじゃなくて、こう相手の話も聞いてあげながらですね、しっかりとこうコミュニケーションをとっていくと、お二人の関係っていうのは、より良い方向にこう発展していくのではないかなというところが出ております、はい。ということで、青のキューブをお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。それでは次にオレンジのキューブをお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はあの人からの連絡が来る、来ないということで、えー、あなたが思い浮かべるあの人からこれから連絡は返ってくるのか、そういうところももう返ってこないのかというところをですね、見ていきたいと思います。 それを踏まえてですねオレンジのキューブをお選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたしましてはお相手からのですね連絡っていうのは帰ってくるとは思うんですが帰ってくるまでに少しちょっと時間がかかるのかなというところがカード全体を見たところですね感じ取れる部分になりますどういうことなのかというところについてですねそれぞれのカードを見ていこうと思うんですがまずこちらのカードが表すものといたしましては何か こう問題が長引くであるとか、まあ、トラブルに巻き込まれているという状態を表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方ですね、えー、何かあなたにはこう向き合えないほどものすごくこう忙しかったりだとかこう緊急事態にです、ねまあ、遭遇していて、まあ、その対処に追われている、まあ、そういったすごくこうねテンパってしまっているだとかぼう忙殺している状態ですねすごくこう忙しい状況であるとか身動きが取れない状況にあるというところをですね まあこちらのカードが表しております、はいまあ、そういった状況にまあお相手の方はいらっしゃるのかなというところが見て取れるんですけれども、まあ、そういった中でもお相手の方はあなたに対する、ね、何かこう,実行,をう実行に移すというカードになるんですが、まあ、行動を起こしたいアクションを起こしたい、まあ、すなわちです、ねまあ、今回のテーマで言いますと連絡を返したいっていう気持ちはです、ねまあ、心の中にはあるんだけれどもそれができないぐらいです、ね、今お相手の方っていうのは何かにこうね、えー、追われて いたりだとか忙しい状況にあるっていうところからですね、えー、まあお相手の方が今あなかなかこうあなたに対して連絡が返すことができていないのではないかなというところが見て取れるところになります。 はい、でそういった状況についてお相手の方はどのように考えてらっしゃるかと言いますとこちらのカードが表すものとしてはなんかこう全く新しい人生を歩むっていうことをですね表すカードになっておりまして、まあ、すなわちですね今の状況をこう抜け出したいであるとか今自分自身が置かれている環境を変えたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうところなんですね、えー、すなわち現状に対してものすごくこうね不満を抱いていらっしゃって新しい環境で自分がこう落ち着ける、まあ、落ち着いてですね、えー なんかこう 過ごせるまあ、平和な日々がですねえ過ごせるような環境であるとか状況に、えーね、なりたいというふうに思っていらっしゃるのかなというところがあって、まあ、その要因の一つとしてやはりあなたに対しての,このアクションが起こせないというところが、まあ、お相手の方にとっての,この焦りであったりイライラにつながっていてそういった環境であるとか状況を変えたいという気持ちが表れているのかなというところが見て取れます、まあ、そういううういいい気気持持ちちがあるということは、まああるるととととここはなたに対してのもです。 まあ連絡を返したいっていう気持ちもあるんだけれどもなかなかそうはさせてくれない状況にあるといったところがですねまあ、お相手の方が今置かれている状況なのかなというところが見て取れます。はい でこちらのカードが表すものといたしましても何かこう望み通りの結果ではなかったりだとか現状に対して不満を抱いている時に出てくるカードになっているというところからもですねやはり先ほどのお伝えした通り何か今現状を変えたいであるとか自分の、ね、置かれている環境をこう変えたいというふうに思っていらっしゃるのかなと、まあ、強くそれを願っていらっしゃるのかなというところが、まあ、2つのカードを、ねえー見,てえー、見たところでまあ感じ取れる部分になります。はい でえー、こちらのカードはですね何かこう自分自身をこうコントロールするってことですね、まあ、すなわち、えーまあ、今の忙しい状況だとなかなかこう自分の思,う思ったことができなかったりだとかこう自由がね、えー、ないっていうことがあったりするので、まあ、そういった状況じゃなくて自分自身がこう落ち着いて、えー、こうなんかこう自分のやりたいことに専念できたりだとかこう気持ちもですねこう整理して、えー、しっかりとですねこう自分自身をコントロールできる状態になりたいっていうふうに思うす 持っっていいらっしゃるっていうとうころですねでその状況になるまでですねあなた自身にもちょっと連絡の件に関しては待ってほしいっていうですね、まあ、気持ちの表れなのかなというところも捉えることができますので、まあ、お相手の方がからですね今こう連絡が来ていないことに対して、まあ、あなた自身もですね、まあ、どうしたのかなってすごくこう心配だと思うんですが、まあ、そのことに関してお相手の方になぜえこう連絡を返してくれないのとかをですね聞いてしまうと まあよりね、お相手の方にとってもこうプレッシャーになってしまうというか、さらにこう焦りを生んでしまうっていうことがありますので、まあ、そういったことっていうのは、ちょっと今はやらない方がいいのかなというところがあります。で、こちらの、最後のこちらのカードが表すところとしても、まあ、自分をこう受け止めてほしいっていう気持ちをですね、表しているカードからもですね、まあ、考えられるところとしては、まあ、やはりですね、お相手の方がまあしっかりとこうね、えー、まあ落ち着ける自分自身を、 自分がこうやりたいことにこう専念できるようないわ,いわゆるまあ今のこの忙しい状況であったり何かこう何,何かしらのですね、えー、この対処に追われている状況をまあ解決してからあーですね連絡は返したいと思っているからそれをちょっとこう理解してほしいっていうふうに思っていらっしゃるのかなっていうところがありますのでまあお相手の方自身はあなたに対してこう連絡を返そうというね、えー、気持ちはあるんだけれども今はそれができていないっていうところがありますので その気持ちというか、そのお相手の方が置かれている状況をあなた自身もこう汲み取ってあげて、ですね今はこう連絡が返ってこないことに対しての、何かこうね、さらなるお相手の方への連絡っていうのをせずに、お相手の方がこう落ち着けるようになって、連絡が返ってくるのを待った方が、今後の2人の関係にとっても良いのではないかなというところがありますので、何かこう、お相手の方に連絡を求めるようなことをしない方がいいのではないかなと。 それがですね、お相手の方への,このプレッシャーになってしまってあなたに対するこの気持ちっていうのもこうちょっと冷めてしまう可能性もありますので、まあ、帰ってくる可能性としてはあるんですがちょっと時間がかかるっていうことですね、まあ、そこを意識していただいて、まあ、お相手の方からの連絡をですね待っていただく方がいいのではないかなというところが出ておりますはい、ということでオレンジのキューブをですねお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです はい。それでは最後に赤のキューブをお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はあの人からの連絡は来る、来ないということで、えー、あなたが思い浮かべるあの人から、まあ、これから連絡が返ってくるのか、それとももう返ってこないのかというところを見ていきたいと思います。 それを踏まえてですね、赤のキューブをお選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたしましては、ちょっと厳しい結果にはなるんですが、お相手の方からですね、連絡が返ってくる可能性っていうのは、ちょっと低いのかなというところがですね、カードとしては見て取れる部分になります。なぜそうなのかというところについてですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思うんですが、まずこちらのカードから見ていこうと思うんですけれども、こちらのカードが表すもの としては何かこう思いを受け止められないっていうことを表すカードになっておりましてまあちょうどカップからですねこう水がこぼれ落ちるようにえその相手からのですねこの気持ちというものをこの受け止めきれないっていう状態を表すカードになっておりましてまお相手の方はですねえあなたに対して思っていることとしてはあなたのこの気持ちにはまあ答えられないというかあなたの気持ちを受け止められないっていう風なことをですね今思っていらっしゃるのかなというところが見て取れます。で そういった状況の中であなたに対する連絡についてもですね、まあ、今後の関係性を考えた上で、まあ、どうしようかなというところをです、ねまあ、非常にこう悩んでいらっしゃるといいますか考えていらっしゃるところがあって、まあ、こちらのカードとしてはですね何かこう冷静に落ち着いて、まあ、今後の方向性について考えるということを表すカードになっているというところからですね、まあなたとの,この今後の付き合い方ですねに,についてですね今、あまあ冷静にといいますか 落ち着いいててこう考えていらっしゃるじっくり考えていらっしゃるのかなというところがあって今はこう連絡を返さないようにしていらっしゃるのかなというところが見て取れます。はい、でこちらのカードが表すものとしては何かこう目の前のことが目の前の物事ですね。が 色あせてて見えるっていうことを表すカードになってておりまして、まあ、すなわちですね、まあ、今回の恋愛のテーマはですね、まあ、連絡のテーマに関して言いますとお、まあなたのことに対して、えーまあ、ちょっとね、えー、見方が変わったと言いますか、まあ、あなたに対するこう思いが冷めたりだとかちょっと嫌な部分っていうのがまあ目につくようになってこう気持ちの変化が生じたっていうところをですね、まあ、表しているのかなというところがありますので、まあ、そういったところからですね、まあ、お相手の方の この気持ちの変化が生じているっていうところからもお相手の方からこう連絡が来る可能性っていうのはまあ極めて低いのかなというところが見て取れる部分になります。はい で、まあ、こちらのカードはですね、何かこう、お相手の方が、これまで専念されてきたことであったり、まあ、頑張ってきたこと、好きなことにこう集中したいっていうことがあって、例えばお仕事のことであるとか、まあ、趣味で没頭されていること、まあ、それにですね、まあ、集中したい、専念したいっていう気持ちが現れているのかなというところがあって、今はその恋愛とかよりも、そっちですね、自分のやりたいことに、まあ、やりたいことを優先したいというふうにですね、まあ、思っていらっしゃるのか なというところが、まあ、こちらのカードからですね、感じ取れる部分になります。はい。 でこちらのカードが表すものといたしましては相手のことをこう傷つけないように配慮するということを表すカードになっておりまして、まあ、すなわち今こう連絡を返していないというのはこうお相手のか方からするとあなたに対してこう連絡を返してしまうと何かこうね、まあ、今後の可能性今後の関係性の可能性というのをにお、まあ、わせてしまうということになってお相手の方にとってはですね先ほどもお伝えした通おりもう気持ちの部分ではまあ変化が生じている ののににに何かこう変に連絡をを返してしててまううとと余計にあなたこそういったことがあってあなたのことをこう傷つけないように、まあ、あえて配慮したというつもりで、まあ、お相手の方は今連絡を返していないというところがあるのかなというところがですね、まあ、こちらのカードから見て取れるというところがありますので、まあ、お相手の方からですねこう連絡が来ないということは、まあ、お相手の方からすると、まあ、あなたに対する 気持ちっていうのはですね、まあ、ちょっと変わってしまったよっていうことのですね、まあ、サインという風にですね捉えてほしいと、まあ、そういった気持ちの表れなのかなというところがですねこちらのカードとしては出ているところになります。はい 最後こちらのカードはですね、何かこう横柱な気持ちっていうことを表すカードになっておりましてあな,たあなたに対して、えー、こう連絡を返してしまうっていうのは何かこう、ね、自分にとってこう都合のいい人というふうにです、ねえー、都合のいいような関係にしかならないという,ふうなことをね、思っていらっしゃってそういうふうなことにならないためにも、まあなたのことを傷つけないようにあえてこう連,絡をせず連絡をしないことでこう関係の解消ということをお,お相手の方はですね、まあ、伝えているのかなと。 とといいううこころろがありますすのでで、まあ、そういったところからですねちょっと厳しい結果にはなっているんですが、まあ、お相手の方はですね、まあ、あなたに対するこの気持ちのところではちょっともう冷めてしまっていらっしゃるのかなというところが出ておりますので、えー、まあ今後連絡が返ってくる可能性というのはまあちょっと低いのかなというところがあります。 はい、なので、まあ、お相手の方からのこう連絡を望むというよりかはあなた自身もこれから新しい恋愛に向けて動いて、えー、いただいた方があいいのではないかなというところがありますし、まあ、お相手の方はですね、まあ、その恋愛関係というところで言うと、まあ、そのあなたとの,この関係今後の関係は築けないというふうに思っていらっしゃるんですけども、まあ、それ以外のですね、まあ、普通の,このお友達であるとか何かこうお仕事でのパートナーとかそういったところ と,ところであれば関係性は築いていいきたいというふうに思っていらっしゃるのかなというところがあ,るありますのであくまでもこう恋愛対象としてのその気持ちですねあなたからの気持ちについてはこう受け止めきれないっていうところが出ているっていうところですね、まあ、そういったところがあるので、まあ、ちょっと今はこう連絡を返さないようにして、えー、あなたのこの気持ちが冷めるっていうことですねあなたのお相手に対する気持ちが冷めるのを今待っていらっしゃるのかなっていうところが、まあ、カードとしてはあ見て取れる部分になりますので まあ、お相手の方からですね連絡が返ってくる可能性っていうのは、まあ、ちょっと低いのではないかなというところが出ております。はいということで赤のキューブをです、ね、お選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです。 はいということで今回はあの人からの連絡は来るそれとももう来ないということで、えー、気になるお相手の方からこれから連絡が来るのかそれとももう来ないのかというところをです、ね、見させていただきましたリーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです あの気になるお相手の方からなかなかこう連絡が来ないという状況の中でこれからこう連絡が来るのか来ないのかというところはすごくこう気になるかと思いますので、まあ、これから、ね、どれぐらいの可能性でお相手の方から連絡が来るのかそれとも来ないのかというところとそういったなんかこう連絡を返していないお相手の方の今の状況であったりお気持ちですねというところまでを今回は見させていただきましたので、まあ、今後のお二人の関係がより良い方向 向かっっててていいくようににででででですすすすねね私ののの方もも願おおりますので少しでもです、ね、あなたのお役に立てれば幸いですこういった形でですねこれからもリーディングのリクエストであったりなんかこう動画の動画に対するコメントをですねリクエストなどもお待ちしておりますので何かありましたらコメント欄に書いていただけますと幸いですまたチャンネル登録につきましてもまだお済みでなければよろしければ登録していただけますと幸いですそれでは今回も最後までご視聴いただき ありがとうございました。